続いては大竹メインディッシュですこちらポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいね本日のお客様ご紹介します今年1月に発売されました敵夜の起きて祭りを担った文化組織監修が話題になってます社会学者広瀬昇さんです初登場ですね、はい、今日ねえ福岡からいらしたんですかはい ありがとうございます。今日本当マネしていただきまして。よろしくお願いします。福岡あどこですか？あ僕は福岡県福岡市中央区天神の近くでございます。天神そこにあの親不孝通りって名があるんですけどですね。そこが中学校の校区だったんですね。親不孝通り。はい親不孝でした？めっちゃ親不孝でしたね。私あの一個だけですか？あのえテキアのを来て読んでエピソードでぶわってなったのがあの。 のぼるさんのお父さんが入院した時に熱心に治るように治るようにってお祈りしてくれた人がいたらしいんですけど「そんなこと言ってねえで牛鍋買ってこい」って祈りであの病気が治るかって牛鍋買っっててこいって言っって <laughs> それは病気ののお父さんが言ったそれはですねあの深本所深川の長本さんいわゆる敵屋の親分さんがの話なんですよね。はい、はいはい 親分がお父さんルそれははいそこのお嬢さんの話でですねお父さんが入院した時に「祈りで治るか」と牛鍋買ってこいしてですね病院の部屋中で牛鍋つついて宴会になっちゃっただねちょっとなんかそれっぽい話だなでは本題に「敵屋の掟というご本ですけどご自身はあの。 ヤクザさんじゃない。あ、違います。大丈夫です。全然大丈夫です。<続>はい、何聞いてるんですか。<laughs> はい、えっ、ー、と、まあ、いろんなエピソードも書いてあって、ええー、ご自身がうつるようになったり、いろんなことをなさってますけども。ね、はい。あ、でも、てきの経験もある、終わりにな。そうですね。アルバイトですけどね。うん、はい。はい、えー。いくつぐらいの時。えっとですね。四十二ぐらいの時ですね。あ結構行ってから。 もしか比較的近い最近ですね。というんかもう東京に魔物が住むエリアがあるんですけどそこでうつ病になっちゃいましてですねもう1日19時間睡眠で4か月寝たきりだったんですよ体なまっちゃうからどうしようかなと思ってアルバイトニュース見てたんですねそしたら敵屋さんの募集があったんですよあこれ行こうと思ってそこには ちょっと飛躍してるように見えるねので、でも本人にしてみれば、これならできるかもしれない。そうですねというのが、そこの敵屋さんのお祭りがあるところが、僕たち、軽い不良してるときに、行ってはいけないエリアだったんですよね。軽い不良軽く不良してたんですけど、その時に行ってはいけない。やんちゃだったのはおいくつぐらいですか中学校ぐらいのらいですね。はい ちょっとやんちゃなことしてて、そうですね。それで、あの、後々、うつ病になって、そうです。それで、こればちゃいけないって言うんで、何かできないかと思ったら、その、何か言っちゃいけない区間の、はい。 バイトがあったそうなんですよね。もう大人だから関係ないですよね。あの、不良の、そういった縄張りとか関係ないですね。関係ない。うーはい。何売ってたんです敵屋さんは。僕一番最初、イカ焼きですね。イカ焼きはい。あの、イカって向こうのイカは本当にイカをこうカットしてですね、こうあの、串に刺して焼くんですけれども。 あ結構大変だよ。大変ですよ。これ人気だからですね。忙しいんですよ。なんかあれですか。しょルーキーはイカ焼きからとかいやそうじゃなくて、それ串に打つんですか。そうじゃなくて。それはですね。テキヤさんはですね。食中毒出したらいけませんから、一辺全部あの湯がいてるんですよね。湯がいて冷凍して持ってきてるんですよ。なるほど。じゃあそれは串に打たなくては。もうそのまま。いただす。もう鉄板であと焼いて味付けるだけですね。そうか。イカ焼き湯でて。 うん持ってて凍らしてはいはい解凍してはい焼くだけそうですまあでもいい匂いするしねいい匂いする醤油のいい香りいいでしょでもですね僕の手にはですねイカの匂いがこびりつきますから何食べてもイカ臭いんですよわ商売でねやってるもんねそうなんですよあと何や何あ何やったんですかイカうんそばて焼きそばですね焼きそば焼きそばこれキャベツいや大変ですよこれキャベツ キャベツもね、永遠と切らなあかんのですね。永遠です。はい。何玉切るんだろう。もう切りまくってですね、もう本当にですね、キャベツの箱の山ができてましたからね、倉庫の中に。夢に出てきそう。夢に出てきそうでしょ。いや、それでですね、終わらないんですよね。で、あの、まあ、そば焼くとも、そんな3人分とか焼けないんですよ。30人分とかいくんですよね。大きい鉄板で。そう、大きい鉄板で、80キロぐらいの鉄板なんですけどね。 そんなにあるのあるあるんですよああそしたらお前それじゃいつまでと終わらんそ五十人行けやく言うんですよ、うんうん、いや五十人無理っすわみたいな感じですよね <laughs>、はい、何キロになるんでしょうねああ俺の友達ね、はい、焼きそば焼したんだよへー焼きそばね若い屋台の焼きそばそうそうあのお祭りの時に手伝い、はい、手伝いで行って焼いててああもうねあの 結構率のいいバイトだって言ってたよそいつは。お金もらえるんですね。そうだったですか僕たちのアルバイトの時はですね。日給終わるそうでもないね。そうですねまあ10年前ですからどうかなというところなんですがまあ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 あの終わる時間がですねやっぱり祭りですからまちまちなんですよね。お客さんが引かないと終わらない終われないですからね。はい で、まあ、そこがちょっときつかったかな。休憩なんてあるんです。かあ、ないですね。もう祭り本ちゃんとりはほぼなくて。働きっぱだよね。話ですね。で、一応、ひ、昼ご飯とかでですね、カップラーメン回ってくるんですけど。こっち回ってくる頃にはもう汁がないんですよね。あ、伸びちゃ。伸びちゃってるんですよ。え、なんで?。でも、汁がないの。あ、の、あ、こうやって、かさにした、配ってくれる。配ってくれる。どうぞ、どうぞ。おにぎりと一緒持ってきてくれるんですけど。焼きそば、食えばいいじゃん。そういうわけでじかない。あ、そう、そう、商売、商売もはですね。 いや、もうですね。作ってると食べ食べれなくなっちゃいます。そりゃそうだ。ある意味カップ麺のなんか焼きそばみたいになってるそうです。そうです。え、その期間は。どのくらいバイトしてたんですか。えっとですね。最初はですね。えっと約一ヶ月ですね。それからもやっぱりあの、なんかですね。あの私の。まあ、ずんっていう売大やったところが。売り上げ良かったみたいで。あの、わざわざですね。結構幹部がこう、あの。 俺を言ってくれて、はい、給料袋の中にですね5万円ぐらいを書いてたんですよ。すごい。これ間違ったんちゃいますかっていう話したんですけど、うん、いや、とっとりやっ,って言われてですね。ああ。 なるほどバラバですね、うん、それからなんかこう忙しい時はですね、はい、電話うか,か,かってくるんですよなるほどはいちょっと手先でて <laughs>、うん、まさかいまだにじゃないです、ね、あ今はもうさすがにないです <laughs> 今もバイトして <laughs> <laughs> はい、えー、そんな過去をお持ちですが今回は「敵屋の起きて」というご本をお書きになりました、はいえー、敵はあのヤクザとは違うとそうですねおっしゃってます敵屋には敵屋の文化があると そうなんです。おっしゃってます。はい。どんなところがヤクザと違ってて、どんなところがこう日本に必要なその文化が今廃れつつあるということもおっしゃってます。はい。まずヤクザさんとの違いはどんなところにあるんですか？そうですね。あのヤクザさんっていうのは地域密着型のまあ裏のサービス業なんですよね。はい。ところがテキヤさんっていうの売るもの持ってるんですよ。なるほど。はい。でだから商売 なんですね、商売なんだ商売なんですねこれは。であのー、まあ、えー、敵屋さんっていうのは基本的に庭場っていうんですね神社とかですね、うん、あのお寺さんとか庭場で商売をするわけですがヤクザさんっていうのは縄張りとかですね島とかいうふうに広い あのエリアですよね。そこも全然違いますし。まあ、あの別にエンジン以外の時はですね。まあ、あの、まあ、そこでこう商売してるわけじゃないですよね。エンジンの時に、まあ、盛り上げ役として、そのお店を出すわけですよね。行くといいですね。お祭りの出来や、出来屋さん、あの並んでて。露店が並んでて、綺麗でね。いろんなもの売ってて楽しいですね。はい。あれがあるから、やはり子供さんはですね。あの、まあ。 昔のことを思い出したらおそらく僕たちもそうですけどね縁日が思い浮かぶんですよねあかりがですね。は金魚すくいがあってそうですねお面売っててトウモロコシ食ってそうなんですよねだから商売人でございます家業人ですねだから敵屋さんはヤクザさんのことを家業違いというふうに言うんですよね。業違いいそうですかは とまあ、そのでも結構前に、えー、防対法ですか、あ防害条例が一番今、近かったですね、2010年からですからね。その時にやっぱり、いろいろ変わったんですかうそうですね、やっぱり世の中のすごいそのコンプライアンスも厳しくなりましたし、企業さんは企業さんなのでレ,レピテーションリスクですね、風評被害をすごく恐れるようになったんですね。だからやっぱりここうう街の今までこう 町内の祭りとかそういったものに呼ばれたのが呼ばれなくなったというケースもやっぱり散見されるわけですよね。これはすごく寂しくて敵屋さんが来て祭りやってると祭りありようねというふうに分かるんですけどこれがなくなっちゃうとあ今日何がありようと祭りのことありようねというですね、博多の人間はよう分からんというところが出てくるわけですね。しっかり区別がつけられて いやあそうなんかあの雰囲気がそうですねはいあの敵屋さんの独特の雰囲気と自治体の方である雰囲気とでは全然やっぱり違いますもうですね熱量が違いますねはい敵屋ってねのはやっぱ縁日を盛り上げる祭りを盛り上げる名人でございますから僕はこれはもう日本が誇るべき文化だと本当思ってるんですけどもですね文化つながりで本文に書いてあったので私もあの 共感したのが初めてその敵屋さんって存在をあの認識したのでトラさんトさんトさんってお書きになっててじゃあトさんは組員ンさんなのかそれとも敵屋さんなのかみたいなのでご本でも触れてらっしゃるんですけどこれでなんかはどういうああの人はですねもう一人じゃないですかであの転びっていうあの形式でですねご座を広げて上商品転がして 単価で、あの売りますよね。寄っってらしはい。あの人は特に組に属してませんから、あのそういった組織に属してませんから。もう本当に改良人ですよね。はい。まあ、もともとね、テキアっていうのは、あのそういうふうな人たちが、あの集まって。まあ、ちょっとこう、組合作ろうかなっていう感じで。それがもとですよね。そうです。そうです。 テキヤさんですねそうですそうですはやっぱクみンさんとはまた全然違いますね。はい。なんでなんか一緒みたいなね見方されるように俺は違うと思ってたけどねうん。ただこのさっきの法律ができてやっぱし大きな影響もそちらにもあったんですかそのテキヤさんの方にもそうですねもともとこの本を書くきっかけがそういうふうなことであの 適屋さんを辞めになってですね、あの会社をしてた方がちょ自治体から呼びつ呼ばれてですね、あんたまだ五年経ってないじゃんということでその営業許可を取り消されてしまったんですね。えっとその法律は五年経たない辞めて五年経たないとえっと口座とかそうですそうです持てないし元ボ五年ルールってやつですね。はいはいはい。 それ以外ね、口座が持てない以外、何か。口座もでき、持てない、契約できませんよね。であとあの。携帯持てない、家借りれない。もう、携帯も持てない。持てないんですよ。五年間ですか。はい。えそれがあの。ええ、屋さんの方にも影響したんですか。そういうこと。その方は、だからですね、全然、悪いことも何もしてなくてですね。まあ、たまたま、その、テキ屋さんのそういったグループの、幹部をしてらっしゃったということでですね。五年経ってないじゃんと呼ばれて。 であのー、営業許可を取られてしまったんですね。はい。それでお、うん、奥さんがガンで当病中で、うん、もう私にコンタクトを取ってこられてですね。はい、いやいやいや、敵屋さんでそれおかしくないですかっていう話をして、じゃあやっぱり正しく知ってもらわないかんですよね、うん、っていうことでこの本を書きましょうって話になったんです。うん、なるほど。そうですか。はい。えっ、ー、とそうなって、えー、そこにこう何か。 今そのすごい少なくなってますよね。ああの暴力団の会暴力団じゃなくてその敵屋さんもうんもう近頃はそんなに多くなくなってきちゃったっていうのは。 その法律のせいもあるんですか。どうですかね。うん、いやそれもしかしたらですね違うかもしれないんですけれども、うん、ただにあの成り手がいない若い人があんまりそう、うん、そういった力仕事をしたくないという方がね、うんうん、結構多いんですよね。結構シンプルな理由なんですね。そうですね。あのやっぱりこう世の中のなう。 流行りってものにすごく影響されますからこれは敵派の方に聞いたんですけど結構幹部の方に聞いたんですけどね昔はほら美容師だったじゃん今 YouTuber なんだよねってだからキ派とかさって野外でする仕事に若い人来ないよだからなり手がいないから結構家族でやってるんだっていうふうにおっしゃってましたですね。 だからあの若い人とか小さい子とかでもお店番をやるような、うんはい、そうですそうです、ね、ああいう姿見たことあります、うん、お子さん連れのね、はい、はいはい、うん、そうなんですよでお子さんが袋に詰めてどうぞなんて、うん、お手伝いしてたりしてびっくりした時ありましたかわいらしいですもんね<ー> <laughs> え組織のそのなんか縛りみたいなのはあるんですかこ,うここでなんかそのその例えば お祭りがあった時には、はい、あの出す店の場所とかそれとかそのこん今回はこっちが来るから出れないよとかそういういのはあるんですかそれはですね、うん、やっぱりあの旅人さんがいろんなとこから集まってきてお店をつ、うんうん、けるわけですけれども例えばですねあの、うん、フライドポテトの「うん、あなたここじゃフライドポテトでやってね」はい、って言われたりしますですね。 フライヤーあるからさってアメリカンドッグもできるじゃんみたいなですね。唐揚げもできるじゃんつって、そうしたがいろいろやりだしたら周りの店からもクレームくるんですよね。ダメだよ。ダメですよね。あ芋で割ってんだからさって話でですね。なるほど。お芋だけ。だけなんですよ。したらばあのとね近所の唐揚げ屋さんとか売れなくなっちゃいますでしょ。 そうか、うん、一つだけじゃないですもんね、はい、そうなんですよ、うん、そしたら普通、まあ、その素人さんだったら文句言っていくさりがないんですけど、はい、敵屋さんだったらそこの庭場の世話人さんっていうのがいるんですよね責任者っていうかですね、うん、そっちにこうちょっとさ隣の三寸ずの方がさこういうことやってるんですよって言っていけるんですよ。うん、そしたら、まあ ねえあのちゃんと世話人さんが言ってです、ね、そこでやめてくださいと、ねうんあ、ここは芋で割ってるんですから、ね。ハッセルバッグやっといてっていうことそうしたらけんにな,なっちゃうからですね。うん そういった秩序祭りの秩序をですね、うん、やっぱりちゃんとこう守るようにですね、うん、あの指導を行うんですね、うんうん、じゃあお値段設定とか、はい、出すメニューとか本当に細かく場所割りして決めてってことなんですねだから同じような店がいっぱいあると思いますけどかぶってないでしょかぶってないでしょはい、うん、あれはそ,のそ,のそういった配慮がすごくあるんですよ、うんうん、もうデータを割るっていうんですけど、うん、これだけはですね私見せてと言ったけどで,ですね絶対見せてくれなかったですね そのてっていうんですよ場所割りのことをですね。何かのそこにルールがあるのは見せてもらえなかった見せてもらえなかったですね。だから綿菓子屋の隣は綿菓子屋じゃないんです。ないんですよ。そう被らないようにを考えてるんですね。なるほど。はい。ええでもこれが少なくなって来ちゃってるとこの文化をあの広瀬さんは守りたいと。 そうですね、本当にあの守っていただきたいと思いますしですね、あのやっぱりこうなんですかね、例えば今若い子たちが今度あの関東広域強盗事件でですね、あのまあ空に困ったのかお金が欲しかったかわかりませんけど、ね無職の方とか結構多いですよね、あの闇バイトに応募した人がですね、闇バイトのね今のね連続暴動やりましたね、そうでしょあれを見て、うん。 そういうふうなことをするあるいはその東横にねあの溜まってる若い子たちいますでしょ。東洋キッズ東横キッズですね。いやいや適や適やよって。であの三食ついてさってお金もなるじゃんって楽しいよって私は思うんですね。あの体も動かすしはい。だからその法律によって暴力団じゃないけどもそのなんか巷でなんていう半グレイはい。 みたいな人たちも逆にちょもともと半グレっていうのはそもそも関東連合とかドラゴンとかあいた暴走族やめても悪いことしてた人たちなんですよね。これがいわゆる2000年代ぐらいに OB としてそういった半グレになっていってるわけですけれども暴力団暴害条例できてやっぱり暴力団って結構高齢化してるじゃないですか。はい さらに条例で結局一般人と付き合わなくなっちゃって、しのぎができなくなっちゃったんですよね。そこで半グレが一瞬止まったボルグダンを抜いて、そういったしのりに走ったわけですよね。で、初めは結構半グレ優勢だったんですけど、やっぱり裏社会の狼ってボルグダンですから、だん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 紐付けされていったんですね。 紐付けっていうかあの下装をつけるって言うんですけどねあのボールの勢力下にこう収められるなるほどはいはい下請けみたいになっちゃったそうですねはいでまああのでもハングレっていうのは昔はそのそういった暴走族の OBE がなってたのがもう本当にフリーターからですね何からですねあの大学生から誰でもなれようになっちゃったんですよねそれだけその誘いの手が伸びてるってことですねそうですねだからもう ワンンチャンゲットっていうかですね今若い人よく言いますけどワンチャンスあったらもうゲットして人生逆転するぜみたいなですね、うん、えそういう流れがあって、うん、いや暴力団になろうと思ってもなるの難しいじゃないですかハードルがあって、はい、ところが半グレって「俺今日から半グレなるね」って言ったら、うん、なれちゃうんですよね暴力団とはその仕組みっていうかそうなんですよ。 広瀬さんはその辺も売れて例えばこう迎え入れる、まあ、例えばちょっとやんちゃした人たちとか、はい、そういうのをうまく社会が受け入れてくれる場所が、はい、少ないと思ってらっしゃる。 そうですねやっぱりその受け皿っていうもんですねこれをやっぱりいろんな受け皿を持つべきだと私実はそういった刑務所出た人の就労支援をしてる所長したことがあるんですけどやっぱり受け皿が少ない建築量が多いんですよ福岡の場合も6割が建築量で電気が水道を入れたら9割がもう受け皿なんですね力仕事ばっかりなんですよね。だからやっっぱりちょと半分 こう楽しみながらできる仕事適合さみなとこって、うん、今日よくこのみになったらいいよねって <laughs> よく私言ってたんですけどねはいなんか上手に貢献をして、はい、ちゃんとアテンドして仕事楽しいって思えるようになるまでが社会復帰なんですけどね,ね本来は。なかなかそれがかなわないっていうのはまだまだ。うんうん その言われなき偏見だったり、五、はい、年っていう縛りだったり、はい、お金借りれないとか住む家がないっていう物理的理由だったりするんで、はい、本当何どうしたらそれってまず何からなんでしょう。まずねやっぱりですね、あの今の世の中があのワンストライクバットアウトの社会になってるんですよね。はい、だからハングルあの今度の闇バイトやって捕まっちゃったら、うん、もう。 携帯あの口座もてな,くなっちゃうんですよ、うんはい、そしたらもう悪いことするしかないじゃないですか、うん、でそこをもうちょっと寛容になりましょうよと、うん、でちゃんと被害弁済して、うんあのね、やっぱりこう反省,反省本人が更生したいと思えばですね、うん、ちょっとやっぱ社会から切ってしまうのよろしくないと。 うん、よくあの、ね、行政も政治家の方も言います、うん、誰一人取り残さない社会って言うんですけど、はいうん、取り残しちゃってるんですよねそれでみんな再犯とか、ね、さらにひどい目にあったり、働けなくなったりしてるわけじゃないですか。すか間違いございませんだから、敵屋、うん、さんを、はいまあ、反社会的勢力っていうふうに分類するのはちょっと違うんじゃないかと。はい 敵、ね、屋さんはちゃんと物を売って商売してるとだからそういう人にやっぱり銀行口座もね、はい、作れなくちゃ商売できないですもんね食中毒を起こさないようにあそれも一生懸命それはそうですよちゃんとした商売 はい、いろんなお話を伺いました。さて、そんな広瀬昇さんですが、うん、最新刊テキ屋の掟祭りを担った文化組織監修角川新書より1034円で発売中ですね。様々な人のね。視点からお話聞けるような。 あの内容になってます。敵や、うん、ってなんだろうっていうところからまずね、はいうん、上手に説明してくださいますし、最後の方はなんと裏社会用語一覧が付録でついております。うんはい、辞書みたいになってます。<laughs> うん、はい。うん、そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト社会学者広瀬昇さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。